オフシーズンの方がまだボール蹴ってますし、真剣にサッカーやり始めてからこんなに蹴らなかったことはなかったですね。心はもうなんだろう、その時は一回ちょっとリフレッシュじゃないですけど、そういう気持ちになって、体は家の周り人がいない時間を見計らってマスクをしながら走っていましたし、その中でベレーザの選手何人かあったりして、こんにちはって挨拶するぐらいはそういうのはありましたけど、奥さんと走ってたんですけど気まずかったっす。まあ、非常にいい雰囲気の中でやってますし、より戦術も浸透してきてますし、気を引き締めるというか再開なんだなっていう気持ちはあります。お客さんがいない中だと練習試合みたいな雰囲気になってしまわないかっていうのはあるんで、そこはしっかり気を引き締めて、見てる人たち、テレビ越しに見てる人たちに、いろんな勇気だったり希望だったりを与えられるようなプレーをできるように頑張りたいと思います。